今回はヤマハの MT-07 の新型ですね、2018年モデルのちょっとね外観だけ撮ってきたんでね、まあ、あの隣にねこの赤いやつ、まあ、白と赤のやつがね、あの旧型がちょうど並んでるんで比較できるかなと思って動画撮ってみたんですけども、まあ、僕がねちょうど今 MT-07 と09迷ってて、最近ねちょっと09からこっちの新型の07に、ね、心が揺らいでる状態なんでね、まあね、あのヘッドライトとタンクが形状変わったのはね見てすぐ一発でわかると思うんですけど、テールもこれだいぶ変わりましたよね、まあ、テールランプも変わったのととか、まあね、あとフロントの方もフェンダーはねだいぶ形は変わったんですよね、形が全然変わったの、まあね、タンクはこの真ん中の部分ですね、出っ張ってた部分が逆にへっこんでる感じになってだいぶ変わりましたよね、僕はこっちの方がね好みですね、だいぶかっこよくなったと思いますね、と横の張り出しのとこですね、このエアダクトみたいな感じになってる部分とかね変わりましたね、まあでもねやっぱりなんといってもこのやっぱり一番このヘッドライトですよね、もう09そっくりになったヘッドライト、これは大きいですよね、もう僕ね09が好きやったんでね、このヘッドライトのこれね生で見るとね新型の07はねめちゃめちゃかっこよく見えるんですよね、あとこれシートの形もだいぶ変わりましたよね、まあ、左側の旧型のやつはね、昔の TW みたいな感じのねシート、タンクの方までこうつながってる感じのシートですね、これ新型の方はね、まあ、あの普通な感じのシートに変更されてますよね、幅もちょっと広がってますよね、あのタンク寄りの部分は、あと前のねウインカーの位置もだいぶ全然変わってますよね、旧型とは、旧型はもうこのヘッドライトの上のところにありますからね、まあね、もう07の新型はねもうめちゃめちゃかっこよくなってます、正直僕めっちゃ欲しいです今今第一候補に順番入れ替わっちゃったんでね、あもう変わっちゃった、今回の動画は以上になります、最後までご視聴ありがとうございました、またチャンネル登録とかもしてもらえると嬉しいです、よろしくお願いします、以上です。